今日の覗き見チャンネルはなんか不思議なお店を見つけまして、雑貨屋なのか洋服屋さんなのかちょっとよくわからないんですけれども、ちょっと覗いてみたいと思います。はい、こんにちは。あ、こんにちは。なんかいらっしゃいませ。はい、不思議なお店ですね。そうですね、うん、何のお店ですかってよく正直言われます。で、はい、ここの店主さん、あ、はい、あの黒崎と申します。黒崎さんだそうです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。エシカル屋さん、あ、そうなんです。っていう名前、エシカル屋という名前なんです。なんだかよくわからないんですけど、はい、どういうなんか意味合いあるんですか。はい、あのエシカルっていうのは、うん、あの英語なんですけれども、あの英語で直訳すると人道的とか倫理的という意味なんですね。ちょっと堅い感じしちゃうんですけど、おおよそこういう雑貨にはね、はい、ただあのそういうふうにして作られた商品っていう意味なんです。人道的に作られた商品っていう意味なんですよ。ですからあのフェアトレードってご存知ですか、うん、聞いたことありますか。要はあの途上国とかの人たちを雇用して、はい、きちんとそういう人たちに職業訓練を施して、うん、適正な賃金とあとやっぱりクリーンな環境で働いてもらってできた商品をあのフェアトレードって、まあ、主に言うんですけれども。それも英語ですか。そうです、英語です。あのもともとイギリスで、はい、あのまあ、そういうできた概念というか、うんうんうん、なのでどうしても全部そういう英語のものが多いんですけれども、言葉としては。じゃあ黒崎さんは はい、それをこう集められたという言い方おかしいですけども、はい、なって小物だったりそれがお洋服だったり、はい、あ、なるほどね、はい、世界中からいろんな商品が来てまして、はい、今はちょうどあのインドネシア、そこにインドネシアって書いてあるんですけども、はい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 、インドネシア あのいろんな雑貨を集めたフェアをやってまして、はい、それ今たまたまインドネシアで、はい、違う時もあるんですか。そうです、違う時もあります。なるほどね、あの東南アジアだったり、うん、あ、まあ、こっちも東南アジアですけど、うんうん、あのタイとか、うんうん、あとアフリカとかの商品とかも結構あります。はい、うん、今これがいいですよっていうものは何かありますか。そうですね、今あのここに展示してあるインドネシアのものなんですけど、これなんかはリサイクル、再生のガラスを使ったフラワーベースで、これ流木は自然のものなんですけど、あ、これ、はい、すごいおしゃれですよね。おしゃれですね、うん、中にあのもちろんお花生けていただいてもいいですし、うんうん、何かちょっとこうアクセサリーだったり、なんかちょっとご自身で考えて入れていただいて飾っていただくと。これはもう全部向こうからの輸入ですか。あ、日本で作られているものは、あ、これは輸入なんですけど、日本で作られているものもね、例えば材料を、はい、あのインドネシアから輸入して、はい、日本で加工するとかっていうこともある。あ、そういうこともありますね。うん、例えばですけど、はい、日本製のもので言うと、こちらが日本製なんですけど、こちらのメガネは何からできてると。うん、思われます。なんかちょっとヒントがいろいろありますけど、ちょっといいですか。この形が、はいはい、これはもういいですか、ネタバラス。はい、もちろん。これはペットボトル、でこのフレームができてます。へえ、はい、でこれがあの福井県の鯖江ってメガネで有名な、はいはい、そうですね、そちらです、はい、の工場で作られています。へえ、はい、これはだから完全にメイドインジャパンの商品で、あのまあそういったこういろんなペットボトルを再生、ね、そう再生してあの作っている商品ですね。だから全てが再生だったり、今のそのコンセプトの、そうですね、はい、ちょっと中いいですか。これはビーチ、これもちょっとビーチサンダルなんですけど、鎌倉の方はあの冬でもビーチサンダル、そうだそうそう、だからうち一年中置いてるんですけ ど、ね、冬でも、はい、これはインドネシアのやっぱりものなんですけれども、うん、この裏側、うんうん、これがタイヤなんですよ。へ、インドネシアってあのハイタイヤがすごくいっぱい捨てられていて、うん、そこにあの雨が降るとボウフラとかが湧いて、いろんな蚊が、うんうんうん、で伝染病の原因になったりとか、でそれをまあ解決しようということで、このソールをあのハイタイヤ、本当だ、タイヤだもんね。そうなんです、だからすごい丈夫なんですよ。なるほど、はい、滑らないし、滑らない、そうなんです、ね、あの結構ね、何年も履けますよ。これアスファルトの上とかで履いても、そんなにここが減らないので、まあ、タイヤですから。はい。素晴らしい。いいですか、はい、じゃあ中はまた。はい、どうぞどうぞ。このお洋服はどこのですか。あ、こちらは、インドですね。インドのブロックプリントって言いまして、この、
こちらにこういう木版があるんですけれども、これをこう版画みたいな版画みたいな感じです。あ、それをプリントに。そうです。これもインドのまあ伝統的な手法なんですけど、残念ながら今の若い方たちは、日本もそうですけど、皆さんそのいわゆるファストファッションって言われる、まあちょっと具体的なブランドは言いませんけど、ものを着て、こういった伝統的なものはあまり着なくなっちゃってるっていう。で、それでまあ腕のいいこういうすごい技術いりますから、こういう腕のいい職人さんたちがだんだんやっぱりお仕事がなくなって別の仕事に廃業しちゃったりとかっていうことがあるんで、それをまあ日本人の女性が、あのその伝統的な素晴らしいものを、まあ、あの日本の人にも伝えたいっていうことでやってますね。素敵だね、いろいろ。はい。涼しそうだし。この辺は柄でわかりますよね。もうわかりますね。これはね、アフリカですね。これはアフリカです、ね。はい。これはベナンという国で作っている。これはベナンの人たちが作っています。日本向けに。はい。アフリカにベナンって国あるんですか。そうなんですよ。でもね、身近なところで言うと、あのバスケットボールの八村塁君って。はいはいはい。あの方のお父さんはベナンの出身なんです。そうなんだ。はい、そうなんですよ。意外と身近なところに。じゃあこの T シャツがあったら喜ぶね。ちょっとルイ君には着れそうもないですけど。はい。黒崎さんの一押しっていうんですか、はい、今この時期というか、はい、今あのおすすめ、うん、おすすめがあるんですよ、あるんです、はい、ちょっとそちらに、はい、あちらに鎌倉焙煎コーヒーっていうのがあるんですけれども、これですね、はい、はい、こちらが新しくあの新発売になった商品なんですけど、これはあの実は春に鎌倉の皆さんに、うん、あの、味を試飲していただいて、うん、あとパッケージも、こう、選んでいただいて、うんうん、それでできた商品になります。これあれですよね、和歌島の方から写した写真ですよね。そうですね。富士山見えて、はい。ね。あの、そのパッ、これが発売で、中の一つ一つの、あ、それパッケージがこの、はい、この、あ、江ノ電が。江ノ電の、はい。本当だ。こちらもあの、フェアトレードのコーヒーになっています。これが、今一番そうですね、新発売、新発売、新発売、はい、まずはちょっと奥にあるので、はい、ちょっと奥もお邪魔してみます、はい、はい、はい、おまた今度これはこっちも、はい、これも全部あの今ポップアップでやってるインドネシアの、あ、インドネシアの、はい、でこのオラウータンちゃん可愛いんですけど、いい、ここにちょっとあるんですけど、やはり今オラウータンが、うん、あの熱帯雨林がなかなかこうなくなってしまっていて、うん、こう絶滅の危機にあると。それで、まあ、こちらを買っていただくと、うん、一部こういう保護団体に寄付がされる。必ず何かちゃんとね。そうですね。なんというか、まあ、そういう、ちょっと意識を持っていただくだけで、うんうんうん、あの、一人一人の行動が、ちょっとずつこう、世界を、そうですね。良い方に導きていけたらいいなっていうふうに思ってます。そういうコンセプトでね、はい、おやりになって。でも、はい、あの、私なんて、本当に散歩がてら来たら何の店だろう、面白いなって、はい、ちょっと入ってみたくなるね。あ、そうですか。で、嬉しいです。いや本当に、はい、そうすると入ったらまたこれまたなんかちょっと外国に来た感じの。あ、そうなんですよ、ね、よくね世界旅行ができるって言われるんですけど。そうかもしれない、はい、うん、はい、そんな感じのお店ですね、はい、